を28が16日、ツイッターを更新。フジテレビのドラマで主演することを報告した。なおは4月13日から放送のフジテレビ木曜劇場あなたがしてくれなくても夫婦の問題で悩みを抱える主人公吉野道役で出演いたしますと報告。なおはドラマでなおが演じる道の夫役の永山瑛太、道が勤務する会社の上司役の岩田貴則、その妻役の田中みな実が映ったドラマの宣伝画像を調布している。ドラマは夫婦のセックスレスを題材したもので、同名のコミックが原作。なおは同コミックのファンだといい、原作コミックの一読者としてドラマ化にドキドキ、自分が道を演じることになるとはさらにドキドキです。よろしくお願いします。と少なからずプレシャーを感じていることを明かしている。フジテレビのドラマでは初主演となり、フォロワーからはフジテレビ初主演おめでとうございますという祝福の声が多数寄せられている。